ようこそ広島大学宇宙科学センター附属東広島天文台へ。私は宇宙科学センターセンター長の川端浩二と言います。よろしくお願いします。今日はこちら東広島天文台を紹介しながら、宇宙科学センターでどういった研究をしていて、またどういったスタッフや学生がここで研究をしているのかといったことを紹介したいと思います。それではセミナー室の方へ参りましょう。はい、こちら宇宙科学センターの東広島天文台には、カナタ望遠鏡という口径 1.5 メートルの光学望遠鏡があります。で、この望遠鏡とともにガンマ線衛星フェルミ、あるいは中国のチベットにある火の鳥望遠鏡、こういった複数の望遠鏡を組み合わせて宇宙を研究しています。広島大学の宇宙研究の特徴は、上空と地上の両方から宇宙を観測しているということになります。上空では X 線やガンマ線、赤外線を観測する人工衛星や気球、そういったもので観測しますし、地上の天文台からは可視光や近赤外線で宇宙を見ます。そしてそれらの両方を組み合わせることで、さまざまな宇宙の研究を行っています。広島大学には物理学プログラム、あるいは地球惑星科学プログラム等の宇宙研究を行っているグループが存在するプログラムがあります。そちらに所属する学生と一緒にさまざまな宇宙の研究を行っています。先ほど話した X 線やガンマ線、あるいは赤外線、可視光、そういった多波長のさまざまな電磁波で宇宙現象を研究する、あるいは太陽系資源天体の精密化学分析、最近では重力波、ニュートリノ太陽天体の捜索観測、そういったものも行っています。で、これらの観測データの解析や装置開発など、普段の研究を通して考える力や、さまざまなものを組み合わせる応用力、問題解決能力、プレゼン、電子回路技術、機構設計、プログラミング、統計処理など、さまざまな力を身につけることもできます。こういった観測を通じて、広島大学ではさまざまな研究を行っています。ブラックホールや中性子星、宇宙ジェット等、最近では重力波やニュートリノ太陽天体、超新星など、また銀河の形成や進化、矮小惑星、アストロバイオロジー、宇宙論など、さまざまな研究を行っています。こちらに紹介している写真は、そういった研究のごく一部です。例えばこちらの写真は、宇宙ニュートリノという素粒子があります。そういった宇宙から来る素粒子の太陽天体を発見したと、それを見つける観測に、こちら広島大学のカナタ望遠鏡が貢献して見つけた天体ということになります。こういった研究をこちら東広島天文台は行っています。こちらがこの天文台の主観観測装置であるカナタ望遠鏡、反射鏡の口径が 1.5 メートルある望遠鏡になります。こちらの方にさまざまな観測装置を取り付けて、可視光や赤外線などの観測を行っています。ではこの後、このカナタ望遠鏡を見に行きましょう。はい、こちらがカナタ望遠鏡があるドームの入り口になります。はい、こちらがドームの中になります。シャンシャン、雑音がうるさいですよね。こちらは望遠鏡につけている観測装置を冷やす冷凍機の音です。はい、こちらカナタ望遠鏡は反射型望遠鏡で、
直径 1.5 メートルの主鏡と呼ばれる鏡で光を集めて、で筒先にある副鏡で反射して最後にこちらの観測装置に光を導く、そういう2枚鏡の構成になっています。日も落ちてきました。望遠鏡を覗いてみましょう。こちらは月の表面です。地球から約40万キロメートル彼方にある月の表面を拡大してみると、このようにたくさんのクレーターが見れます。ですが月の海と呼ばれる黒っぽい部分、こちらの方に移していくと、なんだかつるんとしていてクレーターがあまりありませんね。このように場所によって月の表面の見え方が違ってきます。続いて木星です。木星は地球と同じように太陽の周りを回る惑星の中で最も大きい惑星で、このような縞模様が特徴になります。木星の周りにはたくさんの衛星、木星の月が回っています。こちらはガリレオが発見した4つの衛星のうちの3つ、ガリレオ衛星と呼ばれています。こちらは土星です。土星は木星に次ぐ大きさを持つ惑星で、このような輪っかが特徴になっています。この輪の正体は土星の周りを回るたくさんの岩や氷の塊、こちらが円盤状に土星の周りを回っていることで、遠くから見ると輪っかの板のようなものに見えている、そういうことになります。こちらは二重星アルビレオです。この星は肉眼で見ると白鳥座にある一つの星に過ぎないようですが、望遠鏡で拡大するとこのように赤い星と青い星に分かれて見えます。こちらは2つの星の光をそれぞれ色ごとに横方向に分けたスペクトルと呼ばれるものです。スペクトルを詳しく測ることによって、それぞれの星の温度や化学組成などといった特徴を知ることができます。実はこういう覗ける望遠鏡というのは研究用では非常に稀です。研究では受けた光をこういった観測装置で電子の目で見るということをしています。こちらはこの金沢望遠鏡の主力観測装置であるオニールです。この装置は可視光と赤外線で同時に観測できる、そういう特徴を持っています。広島大学宇宙科学センター研究員、秋田谷博と申します。私からは夜空の星々がどのように生まれてきたのかという研究についてお話しいたします。先ほどセンター長から紹介のありましたオニールという観測装置ですが、これは天体からの光を我々が見ることができる可視光、青から緑、赤という光のほかに、さらに波長が長い光、赤外線も合わせて捉えることができる装置です。で、この装置を使うことで、赤外線という我々が目で見えない宇宙の姿を知ることができます。さらに光を波長に分ける分光という機能や、光の特徴である偏光というものも知ることができます。で、左の写真は冬の代表的な星座、オリオン座です。で、このオリオン座の下の方にぼんやりと光っている天体、これはオリオン大星雲です。このオリオン大星雲は実は大量の星が今まさに生まれている現場です。で、ここを先ほどのオニールという装置で可視光と赤外線、それぞれで撮影したものが右の上の図と下の図です。まず上の図、可視光の図を見てみましょう。こちらの図から、見て取れるのは、真ん中にある生まれたての明るい星が星の材料となる塵やガスを照らしている様子です。この可視光の観測からは、この星が生まれる現場の星の材料となるものがどのようなものかということを知ることができます。で、逆に下の方の赤外線の図を見てみましょう。で、こちらは同じ領域にもかかわらず、大量の
星が透けて見えてきています。これは赤外線を見ることで、塵やガスに埋もれた天体を遠く見通すことができるという特性があるからです。で、この赤外線を使った研究によって、ガスや塵の他に、さらに生まれたての星々そのものがどのような特徴を持っているかを知ることができます。で、このような手法を使って、私たちは星々やそれを周りを回る惑星がどのように生まれてきたのかということを調べています。それでは続いて、ブラックホールなどの研究について、笹田さんの方から紹介をいただきましょう。それでは、彼方望遠鏡を使ったブラックホールの研究について、宇宙科学センターの笹田真人がお話しします。この画像は2019年の春に、イベントホライズンテレスコープチームが発表した M87 銀河の中心にあるブラックホールの影、シャドウの電波画像です。明るい周りに比べて中心がぽっかり穴が開いており、これにより、ブラックホールの存在が画像から直接証明されました。彼方望遠鏡では、イベントホライズンテレスコープの観測と同期して、可視光・近赤外帯域での M87 の観測を行いました。これは M87 の近赤外の画像です。画像には銀河の中心核とそこから噴出するジェットが見えます。M87 では何でも吸い込むブラックホールが中心にあるにもかかわらず、なぜかジェットが噴き出しています。私はブラックホールシャドウの電波画像と彼方望遠鏡の可視光画像を組み合わせることで、ブラックホールとジェットの謎について研究しています。ではもう一つの観測装置であるハウポロを見に行きましょう。こちらはハウポルという観測装置になります。こちらは可視光でより広い領域を同時に撮影することができる、そういったところっています。ハウポルを使った研究についてお話しします。宇宙科学センターの中岡達也です。こちらの写真はハウポルを使って撮影したペガスス座にある NGC7331 という銀河です。写真の円の中心をご注目ください。宇宙や銀河の姿は変化しないと考えている方もいらっしゃるかと思いますが、このように急に明るくなる星もあります。これは超新星と呼ばれる現象で、空に突然新しい星ができたように見えることが名前の由来です。この超新星は太陽の10倍以上重い星がその一生を終える際の爆発であると考えられています。この超新星は我々の銀河とは別の銀河の中にある星が爆発していますが、銀河までの距離は非常に遠いため、超新星の実際の明るさは太陽の10億倍という非常に明るいものになっています。この超新星は約100日程度かけて暗くなっていき、最後は見えなくなります。この観測から超新星の爆発の規模や爆発の元になった星の重さなどを推定し、超新星爆発のメカニズム解明に向けて研究を行っています。続いては、彼方望遠鏡を使って研究している学生に話を聞いてみましょう。僕はブラックホールの研究をしています。2019年にブラックホールの影が撮像できたと日本中で話題になりましたが、ブラックホールの放射はまだわからないことがたくさんあります。そこで私は、彼方望遠鏡の国内では貴重な赤外線データを用いて、ブラックホールの放射について研究をしています。僕はスケールの大きなものに興味があります。ブラックホールからは銀河を超えるような大きさのジェットが出ていると分かっています。そこで僕は、このジェットについてまだ分からないことを自分の手で解き明かしたいと考えたので、今研究をしている天体を選びました。最初は本当に壊しちゃうんじゃないかとビクビクしながら操作していました。ですけど最近はちょっとずつ慣れてきて、怖さは多少なくなって自分で動かせるようになりました。
小さい頃、親に地元の天文台に連れて行ってもらいました。そこでスタッフの方から星にも生き死にがあるという話を聞きました。その時僕は星も人間も同じなんだなぁと、なんだか不思議な気分になって、そこから天文学に興味を持ち始めました。広島大学は自前の望遠鏡を持っており、衛星と組み合わせることで様々なデータを取得することができます。そのような点は研究を進める上で非常に有利となると考えたので、僕は広島大学を選びました。あと先生が非常に優しいので、そこも理由の一つです。今年から広島大学に来た修士1年生の金子さんに質問です。どうしてこの研究室を選んだんですか？そうですね、私が広島大学を選んだ理由は、ちょっと前に、違うところで観測をさせていただく機会があって、実際に自分で、望遠鏡を動かして観測したんですけど、その時の観測がすごく楽しくて、自分で望遠鏡を動かして撮った画像がこう出来上がって、画面で見入れた時の感動が大きくて、そういうのをもっとやってみたいなと思って、かなた望遠鏡を持っている広島大学で、観測も含めて研究を行っていきたいなと思って選びました。先生方とか研究員の皆さんが多いなっていうことで、その分、教えていただく機会が多かったり、手厚くフォローしていただいたりっていうのがすごい恵まれた環境だなと思います。はい、かなた望遠鏡での観測はですね、天文台に今は直接行くのではなくて、ここの部屋のこのモニターがいっぱいあるんですけど、ここから、指示を出してリモートで観測をします。私がかなた望遠鏡で初めて、データを取ったのは、写真のような、撮像観測をしたんですけども、こちらに写ってる M61 という銀河に、出現した超新星を初めて撮りました。私が広島大学に来て、キャンパスを見てびっくりしたのは、すごい敷地が広くて、お散歩のしがいがあるということです。それでは同じく今年の4月から、この研究室に来た狭間さんに広島大学のキャンパスについて聞いてみましょう。設備はまず図書館が前の学校よりもすごく大きくて、本がの量が充実しているって、そこに感動しました。宇宙科学センターのイメージはすごい先生方のまず数が多いので、いろいろなことを相談しやすいっていうことと、やはり前の学校よりも可視光に関して詳しい方が多いので、そういうところが充実していて、とても頼もしいなというふうに感じました。私は、超巨大ブロックホールの研究をかなた望遠鏡を使って可視光と近赤外線の観測をすることで行っています。これが、超巨大ブロックホールを持つ天体である M87 です。例えばこの天体の明るさが分かることで、この天体の持つ質量や磁場などの物理量が分かったり、明るさの変動のタイムスケールを調べることができます。もともと宇宙飛行士の向井千秋さんが好きで、宇宙服とかロケットのフォルムが好きだったんですけれども、そこから天文にも興味を持つようになりました。広島大学にはかなた望遠鏡があるので、他の大学よりも可視光や近赤外線観測の幅が広いことを一番の理由として選びました。また去年までいた大学の研究室の先生が、広島大学はいろんな分野の専門の先生がいて、研究の幅が広がるからということで広島大学をお勧めされたというのも、ここを選んだ理由の一つになります。私は可視光以外にも X 線やガンマ線の研究もしているのですが、広島大学は可視光、近赤外線、X 線、ガンマ線どの波長でも宇宙を研究する人にとってはとてもいい環境があるので、入学して損はないと思います。
かがでしたでしょうか。こちら東広島天文台はこのように東広島大学のさまざまな天文学の研究に使われています。今回のオープンキャンパスではコロナ禍のために一般公開できず、こういった、オンラインでの映像紹介になりましたけれども、普段はこちらの方に実際に来てもらって、見学してもらいながら、どういった研究ができそうか、そういったものを味わっていただくことができます。またこちらの天文台では一般観望会や高校生向け、あるいは大学生向けの観測実習、そういったものも行っていますので、そういった機会も通じてこちらの東広島天文台にご覧いただくこともできます。ぜひ機会がありましたらお越しください。今日はありがとうございました。